じゃあよろしく。では市長よろしくお願いします。はい、はい、皆様おはようございます、本日もどうぞよろしくお願いいたします、最初に周南市誕生20周年記念事業にかかるロゴマークについてお知らせいたします、4月21日に周南市誕生20年の節目を迎える令和5年度は、新型コロナウイルスの影響で失われてきた人のつながりを再構築し、市民の皆様が新たな時代に向け大きな一歩を踏み出すことができるよう、ここ数年開催できていなかった行事や新規のイベントなど、年間を通じて周年記念事業を実施する予定にしております。このように20周年記念事業の大きな目的でもあります人のつながりを再構築することは、現在本市のシティプロモーション事業のテーマであるここから心つながる周南市にぴったりフィットすることから、20周年記念事業においてもそのテーマを活用し、ロゴマークについては現在使用しているロゴマークの20周年バージョンを作成いたしました。このロゴマークを4月からのイベントポスターやチラシ、職員の名札や名刺などさまざまな場面で使用していくことで、周南市誕生20周年を市民の皆様へ広く PR し、本市への愛着と誇りを醸成していきたいと考えております。マスコミの皆様におかれましても、周南市誕生20周年の PR にご協力賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。この下のここが追加になっただけですかね。はい、一番下の行です。ここがこの黄色のハートが入っております。はい、次に町中共創センターのオープンについてお知らせします。徳山駅前にぎわい交流施設の3階西側にあります市民活動支援センターを、徳山港町庁舎に移転し、4月から周南市町中共創センターを設置いたします。この施設は中心市街地の活性化を目的としており、学生等の交流、イベントの打ち合わせ、情報発信など目的に沿った使用であればどなたでも使用することができます。主な機能といたしまして、周南公立大学のサテライト窓口機能と徳山駅周辺の公共施設を管理する総合窓口機能があります。周南公立大学につきましては、地域貢献型大学のモデルとなることを目指しておられ、リカレント・リスキリング教育の実施、子どもたちの学びの場の創出、そのほか大学への各種相談の受付などを予定されています。また公共施設の管理窓口は、駅前広場や自由通路、代々木公園、若葉公園、青空公園を使ったイベント等の各種相談、使用許可申請の受付などを行います。この施設は開館時間が9時30分から22時までで、年中無休となっておりますので、学生や町のプレイヤーなど多くの方に利用していただいて、市民の連携の輪が広がるとともに、それぞれが持つアイデアやリソースを活用した新たな活動など、にぎわいにつながるさらなる競争や相乗効果が生まれることを期待いたしております。はい、次に3点目でございます。周南市婚活サポーター登録制度の創設についてお知らせします。本市では市内における出会いの機会の拡大を図ることにより、少子化の起因となる未婚化や晩婚化への対策の一助とすることを目的として、周南市婚活サポーター登録制度を創設します。この制度は一定の登録基準を満たした団体を周南市婚活サポーターとして登録し、登録団体の信用性を高めることで、団体の
婚活イベント等の開催を支援するとともに、結婚を希望する人が安心して婚活イベント等の出会いの場に参加できる環境づくりに取り組むものです。登録基準はお手元に配布しております資料に記載の通りです。本制度により市内における出会いの機会を拡大していくことで、結婚を望む人がその希望を叶え、より多くのカップルが誕生するようしっかりと支援してまいりたいと考えております。より多くの団体の皆様の登録をお待ちしております。最後に、徳山下松校開校100周年思い出写真コンテストの受賞作品の決定についてお知らせします。令和5年2月1日から2月28日に募集しました徳山下松校開校100周年思い出写真コンテストにつきまして審査を行い、この度各部門の受賞作品が決定しました。長きにわたり周南地域の産業を支える宝として、皆様と一緒に成長してきた徳山下松校開校100周年を振り返り、とっておきの思い出写真部門、みんなに自慢したい港の写真部門、周南工場夜景写真部門に多数応募いただきました。これ、少しこちらの写真も見ていただきながら、これも資料についているとは思いますけど、受賞されました皆様にはすでにお知らせをしており、周南市の特産品詰め合わせや徳山下松校開校100周年記念グッズなどの商品と受賞作品をポストカードにしてプレゼントいたします。受賞作品については本日より市ホームページへの掲示や SNS での情報発信を行い、後日改めて市役所内や徳山駅前などでの展示を検討しておりますので、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。本日この4点でございます。